だからあんたらのペースではいかへんからな。うちの世界からうちのペースやからな。あんたらがどんだけテンパって進める速度になっても何も動かへんでしょ。同じ高度数と超安全運転バック音速みたいに続けてるだけになったら、実は、ね、そんな張り飛びの意思やんな。まあそれとまあ洗脳されてた脱走家のおばちゃんらっていうのはその他人の価値観で生きてたわけでしょ。でそれはうちの価値観でもないし、特に知らんおっさんの価値観やから、もうほとんど脳みそレイプされてたようなもんやねん、みたいなもんやで、そこのババさんになるとな。だから僕の知らんおっさんで日蓮だのなんだの池田だのどんなよ知らんけど、どんなやつか知らんけど、別にあいつらだけど、それ知らんじいさんおっさんともに脳みそレイプされてたそこのババアともね、ただ知らんで言うただけがパッって言うただけやからな、違うな、気象やから。